自らが生んだ機械集団 MME により追い詰められた人々が選んだ作戦は、世界各所の地下サイロに眠る核ミサイルを蘇生し MME の基地へと発射することだった。核攻撃、間違いありません。人類どもの旧ミサイル基地のいくつかからそれらしいエネルギー反応が。誰にも邪魔はさせないわ。その行為が世界を破滅に導いた行為と同じであることに気づこうとも、核ミサイルの蘇生に向かったサンディたちがそこで出会った人々はジオクレスという一団だった。ジオクレス、彼女たちは戦いの中で何かを守ろうとしていた。いかなることがあってもミサイルの発射を阻止しようとするサリーとサンディは激しく対立した。しかし、忘れ去られた地下シェルター都市の一角でサンディは復活の木を見た。サリーたちが地球復活のシンボルと信ずる復活の木を。そしてサンディは本当の戦いの意味を思い出した。人々は気づいた。自分たちが行おうとした破壊の恐ろしさを。サンディ、待ってて。みんなを連れて。戻るわ。今再び新たなる戦いが始まる。そして私の戦いも。ポイント002、激しい砂嵐で何も見えませんが、敵 MME レーダーサイトまではもう20キロもないと思われます。
で議会に決定を委ねたのですか？総長の判断で火星群を動かせるはずです。地球に残った人々を救うためにそれを。分かっている、分かっているんだよ少佐。火星群は火星圏の守備が目的だ。その兵力を多大な犠牲が出るのを承知で地球に投入することはとても私の独断ではできないのだ。私にはこの火星に生きる人類の安全が第一なんだよ。どうやら結論は出たようだな。作戦は決行、直ちに実行に移す。以上。それでは地球の人々を見捨てるのですか？分かってくれラミディア、他に方法がないのだ。かけてみようではないか、あの兵器に。お父様。軌道到達。プラズマシューター砲撃システム準備よし。メインリアクター圧力安定よし。プラズマシューター起動、全艦砲撃態勢。ターゲット確認、運行周期誤差なし。ターゲティングシステム、バランスコントロールシステムにリンク。観測艦ターゲットより回避。ターゲット不足、射線固定。砲撃区域クリア。プラズマシューター砲撃システムファイナルステージへ。見てろ MME どもめ、人間の力を見せてやる。ターゲット8万4000キロ、レンジ内接近。砲撃システムオールグリーン、発射準備よし。撃て！ターゲット蒸発しました。成功だ。あ、マッケンジー少佐、どうでしたか？火星群は地球へ向かうんでしょ？ええ、火星群は地球へ向かうわ。でもそれは救出部隊ではなく、すべてを破壊するプラズマシューター、ヘカトン・ケイル。ヘカトン・ケイル？そう。月の遺跡から取り出した最後のデータ。それは、巨大なプラズマ砲を持つ宇宙艦だった。そんなもので、一体、何を？大陸中央に位置する MME の基地は、強力な磁気嵐のため、地上からの攻撃では容易に落とせないわ。だから、火星議会は宇宙空間から直接大陸中央を撃つ作戦を発動したの。うまくいくんですか？ええ、ヘカトンケイルなら MME を叩けるかもしれない。でも同時に大陸も姿を消すわ。大陸が？そんな。それじゃあ大陸に残った人たちはどうなってしまうんですか？サンディたちは？火星群はみんなを見殺しにするんですか？そんなことって。メロディー、みんな火星から助けが来るって信じて待ってるのに、私サンディに約束したのに、そのために火星に来たのに。落ち着いてメロディー、私だって諦めたわけじゃない。まだ方法はあるはずよ。
1時間20分後の0031時に北北西より砂嵐が来る。第4宇宙港へのシャトルは2時間延期。Dポート第1ベイより MDF-02 アコンカグヤ離礁します。待て、アコンカグヤ、アコンカグヤの離礁予定なんてないはずだぞ。しかしマスターコンピューターが GO を出してます。もうカウントダウンも始まってます。バカな、止めろ。敵機には誰がいる、呼び出せ。 Dポートとメインコンピューターの接続を立て。ダメです、全てロックされています。ハイジャックだ。起動ステーションのメディックス中佐を呼び出せ。アゴンカグヤに対してスクランブル、12分後に接触の予定。スコードロン1204発進。アゴンカグヤ火星軌道到達。驚くほどうまくいきましたね。第一段階はね。衛星脱出速度まであと25秒。センサータワー展開、ブースター分離、惑星間航行準備。アコンカグヤの乗員へ、直ちに宇宙港へ引き返せ。出なければ直接攻撃をかける。繰り返す。少佐、ステーションの戦闘機です。振り切れないの。二次加速ポイントまでまだ22秒あります。ブースターは切り離し2秒前。少し待って。返答ありません。やむを得ない。接近して攻撃する。1万5000メートルまで接近、直接攻撃をかける気です。マニュアル通り、そのまま引きつけて。電気アタックフォーメーション。8000メートルまで接近。今よ、ブースター分離。一番エンジンを狙う。あ、隊長。何、電気高い。メインエンジン点火。戦闘機体は大きく進路をそれました。本艦はこれよりヘカトンケールを追って地球へ向かう。レーダーサイト一つ叩くのにこの騒ぎだ。一体何日こんな作戦続けるんだ。火星軍がいつ来るかわからないのよ。敵のレーダーサイトは一つでも多く叩いておく必要があるわ。突っ込むとすれば次のミサイル弾の一斉射撃の時だ。地上の連中はいつもそんな役回りってわけか。急げ。450つかめ。団長、来たぞ。ファイヤー。サンディ、敵だ。
たねー。やろう。スロー。ノート。すまん、俺がついていながら。確かに連れ去られたんだな。ああ、やつら何のつもりで。畜生、いだ。なぜサンディを。何か特別の意味があるんだろうか。とにかく殺す気ならその時に殺せたはずだ。探そう、何としても。キャプテン、地球です。潜水軌道、進入コース予定通り。進路に異常は。ポイントまであと0094、すべて予定通りであります。よし。様々な技術を取り出した。自らもエゴイズムと疑心暗鬼に駆られ、それら全てを戦うための兵器として結造した。それが我々 MME だ。あなたが MME の意思なら聞きたいことがあるわ。あなたたちの目的は何？グレイニューマン、月から異星人のテクノロジーを振り出した張本、お前はそのことを現代と感じ、今日まで戦い続けてきた。だがそれももうすぐ終わる。なんですって。人類は我々に多くのものを与えすぎた。この地球から、火星から、太陽系から人類を一掃することで、我々は人類を超えたことを実証してみせる。そうはさせないわ。何がおかしいの？我々の記憶も完璧ではない。だが遥か遠き過去に見たプラズマシューターの姿を記憶している。ヘカトンケイルはその再来なの。この大陸にこの塔に狙いを定めている。もし発射されればこの大陸は消滅することだろう。サンデーニューモン、
運命を握る個体よ、お前に重大な使命を与える。我々 MME、 そしてこの大陸に残る全ての人類の運命をかけた使命。戦局は芳しくありません。敵レーダーサイトのいくつかは叩けましたが、半数以上の中隊とは交信不能となっています。うん、所詮時間稼ぎにしかならんのか。司令、月から接近中の飛行隊をビジュアライザーで図形化しました。正体がつかめたのか。はあ、まだ形が不鮮明で何とも。おそらく火星からの強行偵察機ではないかと思われますが。これは第2小隊どうした。もう2時間も応答ないぞ。第32小隊が帰還するぞ。第2ブロック開けろ、急げ。どうやら旗色は良くなさそうだな。どうだノート、そっちの具合は。心配するな、仕事が済んだら元通りにして返してやるよ。うまくいきそうか。このプローブは半径 200km 以内の MME 通信網とリンクできる。こいつを改造して範囲内にいる MME と一つ一つコンタクトさせるんだ。気の長い話だな。まあ他に方法がないか。よし、準備ができたらすぐに出発だ。Z 発射スタンスに達しました。よし、発射は1時間後。各員最終チェック。 MME ども、お前たちを生んだのは人類だ。そして消し去るのも人類の意思によって行われるのだ。司令、接近中の未確認宇宙船は地球の軌道上に到達。推定全長はおよそ1000メートルと思われます。完成したのか。は？火星の連中はこの大陸ごと MME をだとしたら、今までの戦いは何のための戦いだったのだ。司令、交戦中の各中隊より次なる指示をと。司令、次なる指示を。よし、作戦行動中の各中隊に告げろ。攻撃を中止し、全中隊地下シェルターに帰投。人？いや、しかし、まだ戦闘続行可能な中隊もあり、命令を。全中隊撤退だ。戦闘状態に関わらず、全中隊直ちに撤退だ。は、はい。地上のもの全てを消し去るつもりか。撤退？たま、このまま探索を続ける。ラジャー。更新開始と。R18 で捕獲した人類のデータを書く。どうだ、何か反応あるか。チキショー、一体どこに嫌がんだ。
だ。第8部隊撤退中。敵に捕獲された者は交戦中確認されてないが。了解。 R20 で交戦の部隊応答を願う。繰り返す。おかしいぞ。方位と距離は。なんか分かったの？今大事なとこなんだ。邪魔すんな。南に 1.2 キロ。町外れ。サイバーロイドの護衛付きだ。R22 地域だな。よし、そこで合流だ。メインノズルオフ。エカトンケイル、地球軌道に到達。メインスラスター、サブスラスター、攻撃コントロールシステムにリンク。大陸中央部に MME 基地確認。メインジェネレーター動力、プラズマシューターへ接続。これより本艦は砲撃態勢に入る。目標は大陸中央、MME 本拠地。プラズマシューター起動。カウントダウン開始。戦解析終了。ターゲットロック。60、59、59。粒子加速器、ゲイン上昇中。方向ロックオープン。プラズマ収束器作動。艦長、二次方向より接近する艦があります。何？モニターに出ます。距離18万キロ。火星軍汚染艦。艦名確認。 MDF-02 軽巡アコンカグヤ。あのハイジャックされた船か。アコンカグヤより通信。アコンカグヤエカトンケインへ。バージン大佐、攻撃を直ちに中止してください。ナミディア、この作戦は無謀です。あなたたちは取り返しのつかないことをしようとしている。ナミディア少佐、私に命令する気か？これは最高議会の決定だ。誰にも止めることはできん。バージー大佐、大陸にはまだ多くの人々が残って戦いを続けています。彼らはひたすら火星からの救いを待っているんです。それを犠牲にしてもあなたは。艦長、カウントダウンは。続けろ。予定は変更しない。ラミディア、もう遅い。作戦は決行する。通信をカットしろ。カウントダウン続行。ラミディア、 MME を叩くにはこのヘカトンケールしかないのだ。通信回線切れました。少佐、キャプテン、アコンカグヤが車線軸上に侵入してきます。ラミディア。バージ、あなたに私が撃てる。あなたがやろうとしていることに気づいて。キャプテン、カウントダウン中止しますか？キャプテン。10 9 8 7 6 5 4。攻撃中止。ダメです。キャンセル不能。どこからの攻撃だ？状況知らせ。放熱システム大破。プラズマシューター部にビームが直撃したようです。地上からか？ いえ、高度3万6000キロ静止軌道からです。何？私の仲間たちを消さずは知らない。これは地球の衛星軌道にはかつて人間どもが打ち上げた武装衛星が浮いている。今は放棄されてしまったそれら全ての衛星と彼女のノウハウをリンクしたのだ。
攻撃衛星のコントロールを。しかし、なぜ彼女は味方の船を撃ったのです。火星の人類どもは地上の同胞を見捨てようとしたのだ。我々 MME という脅威を取り除くため、この大陸ごと全てを消し去るつもりなのだ。運命を彼女に委ねてみようではないか。この大陸にあるもの、全ての運命を。あ、ほら、ダメ！ミキ、何か見つけたようだな。間違いありません。軌道上よりの攻撃です。対戦前のミサイル迎撃衛星だと思われます。なぜ10年以上前に放棄された兵器なのに。 MME だわ。 MME がコントロールしてるのよ。そんな。地球衛星軌道に存在する武装衛星は200以上。その全てを MME は支配しているわ。バランス回復終了。メイン動力圏にダメージ 6%。 プラズマ砲は使える。はい、 8% 出力ダウンしますが。よし、照準急げ。プラズマシューターエネルギーチャージ。バージ、バージ、被害は？ラミディア、ヘタトンケールを攻撃した武装衛星は MME がコントロールしているわ。あなたの作戦は読まれてるの。これ以上は危険よ。邪魔をするな。MME を撃てば全ては終わる。キャプテン、ビーム衛星3機接近してきます。両弦ビーム砲で撃ち落とせ。ビーム衛星3機撃破。起動復帰、照準完了まであと20秒。プラズマシューター砲撃用意。さらに武装衛星が詰まってきます。包囲は迎撃するのよ。あらゆる高度の軌道からその数20。いえ、もっとです。そんな。この一撃、この一撃で全て終わるんだ。電圧低下。もう加速、損傷。第2戦隊、各所で火災発生。全体バランス維持不能。キャプテン、もうダメです。地砲もメインリアクターも破壊されました。脱出命令を。キャプテン。MME め、必ず、必ず滅ぼしてやる。中に人間がいるんだろうな。間違いねえんだろうな。これじゃ身動き取れないぜ。ここは任せろ。裏へ回るんだ。地雷です。
目標まであと20メートル。探査モード。ビル周囲に2メートルおきに地雷があります。前進は無理です。サイバーロイドを接近。手法では角度が合いません。これが機銃です。ここにいな。サンディ、サンディ、目を覚ませ、サンディ。うわっ、システムが失われました。もう良い、目的は達成された。大丈夫か？しかし火星の連中、この大陸ごとすっ飛ばしちまうとはとんでもねえ奴らだ。忘れられていた武装衛星を持ち出すとはな。火星の連中もそこまでは考慮に入れてなかっただろう。でもいい君だぜ、そのヘカトンなんとかってやつは。よ、その時もう一つ何か見えた。プラズマ砲以外にもう一つ護衛艦じゃないのか？
あの強力なプラズマ砲も、それを破壊した武装衛星も、そして MME も、すべて人類が作ったものなのよ。奴らと戦ってきて、やっと分かってきたわ。私は、ずっと奴ら MME が人類の天敵か悪魔と思ってきた。でも、そうじゃないのよ。彼らを作ったのは人類。敵と判断したら、その対象を徹底的に攻撃し、粉砕せよと命じたのは、他ならぬ私たちなのよ。私たち自身の憎悪と戦ってるんだわ。そうかもしれんな。ん？あ、おい、なんだありゃ。第4エリアに降下中。司令。使っているのか。こんなんで悪かったな。あなたどこかで会ったことあるかしら。火星群に知り合いはないぜ。あなたがサンディ？サンディ・ニューマンです。私はラミディア、ラミディア・マッケンジー。必ず来てくれると信じていました。私の信じている未来が。